い、皆さんこんにちは。チャンネルダットの時間です。大樹です。柴山です。笹川です。はい、よろしくお願いします。はい、今日はですね、この3人でやっていきたいなと、思います。まあ年が出てね、一発目の撮影ということなんで、ワクワクドキドキしております。年末はみんな大変でした。熱が出たりとか出たりとか出たりとかで全員出ました僕は大丈夫でしたけどね。はい、まあそんな感じでね、今日は何をやるかと言いますと、あ、シマモン今年は留年したからいっぱい、あ、本当に言わないでください、動画で本当に、はいはいはい、恥ずかしい、はい、スケアで流します、これは。あ、終わったその名も出てしまった、はい、今日はですね、男子のみんなが、男子のみんなというか女性の方に見てほしいなっていう動画なんですけども、何をやるかというと、彼女に作ってほしいものランキングですね。彼女ができたと付き合うじゃないですか。そうしたら、はい、彼女に何を作ってほしいかっていうものです。いやーいや、そうですね、料理ね、はい、彼女、はい、いやー新年から行きますね随分と、あ、そういうこと、随分と攻めますね。はい、そんな感じで、さすがだ、お楽しみに兄貴や、はい、それではですね彼女に作ってほしいものランキングということで、早速5位から発表していきたいと思います、はい、5位はですね、はい、ちょっとずるいかなって気もしたんですけど、こちらです。手作り弁当。あー、確かにお弁当手作りして、どうですか、彼女を作ってもらいたいですか、手作り弁当。いや、全然作ってもらいたくないななんで？いやだな、いや、そんなに料理うまくないんで、彼女が。あ、そうなの、はい、いやこれ見てるかも、大丈夫、見てるかもよいや、見られたらやばいです。俺、日高屋の方がうまいと思ってます彼女の飯を。そうですか。まあ、とりあえずね、やっぱりみんな憧れの手作りお弁当だと思うんですね、はい、ちょっとさすがに今日は手作り弁当っていうものが用意ができなかったんで、それは試食はしませんけれども、第5位はですね、手作り弁当ということでした。続いていきますよ、第4位いきます。第4位はですね、こちら、親子丼です。おー、まさかの親子丼なんですよ。意外なんだよな、マジで。ちょっと意外だね、親子丼。入ってるわけないもん。買ってきました、親子丼。親子丼。はい、でね、第3位もいっちゃいましょう。第3位はですね、カレーライスです。いっちゃん好き、いっちゃん好き。カレーライス、これは結構安定ですね。よいしょ、こいつがいっちゃうまい。カレーも買ってきました。じゃあ、いこうかな。いただきます、親子丼。おっと、スプーンありますよ、スプーン。はい、ありがとうございます。じゃあどうぞ、召し上がってください、一口。いただきます。これは彼女が作ったと思って食べてくださいはい、これはなんだ、ほっかほっか亭ですけど、あ、違いますね、ホットモットですけど古いな、ホットモットですけど、はい、彼女が作ったと思って、はい、じゃあ3位から、はい、じゃあ親子丼いただきます。辛いスパイス、カレーはスパイス、カレーはスパイスもうめっちゃいい匂いするよ。優しい味がしますね。はい。ね、彼女が作ってくれて嬉しい。もう一日頑張れますね。こうちゃんだったら、例えば本当に彼女が作ってくれるとしたら何が一番嬉しかったする？やっぱ煮物。ああ、煮物ね。煮物ね。やっぱいいよね。はい。いいね、確かにね。シマモンは？肉じゃが。肉じゃが、はい、やっぱ煮物で。唯一一番美味しく作ってくれる料理が肉じゃがです。今の彼女の話か。はい、俺もリアルで生きてるんで。あ、じゃあ食べて。いきます。いただきます。もう絶対うまいや。甘っ。甘いんだ。めっちゃ甘いっす。ホットモットのカレー食べたことないけど。うまい。あ、めっちゃ甘いっす。あ、うまいっす。これ彼女が作ったと思ったらどうですか。彼女が作った方がうまいですね、さすがに。どっちなんで、さっきは美味しくないの。いやツンデレなんだね。いや、マジやめてください。そのいじりについて手震えとるやん。ツンデレなんだ。すいません、アルチューなんで。手震えとるやん。すいません、すいません、ちょっとアルチューなんで。はい、じゃあ第2位発表しますね。第2位はですね、グラタンです。あー、いいですね。グラタン、グラタンって結構手間かかるから、ベシャメルソースから作ってくれたりすると感動するみたいな意見があったんですけど、ちょっとね、買ってきたんですけど、冷凍物買ってきたんですけど、電子レンジの調子が悪くてダメだったんで、まあ、ここに写真だけ載せておりますけど、グラタンも確かにね、美味しいかもしれない、ね、でも手間がすごいから作ってくれないですよ。それあなたの彼女の話、ね、あ、すいませんすいません。はい、で1位いきますよ。じゃあ1位はこちら、ハンバーグです。ハンバーグですね。はい、これ
もう安定ですね。安定ですね。まあもう最強ですからね。男の子だったらみんなハンバーグ作ってほしいな。ハンバーグ嫌いな男はいないんで。じゃあ俺もちょっといただきますね、ハンバーグ。ホットモットのハンバーグですよね。昔はホットモットの動画も上げてるんで、こちら貼っときますので、よかったら見てみてください。よいしょ。あ、すいません。じゃあいただきます。なんか飛び散ってんのはなぜだろう。本当にすいません。俺の不手際です。完全に俺の不手際です。そうそう俺の不手際です。いただきます。うん。うわ、めっちゃいいんだよ。うまい。間違いない。マジなんで、これ彼女が作ってくれたとしたらもう全然合格ですよ。あー、はい、うまっ。こんなお店と同じ味作れたらもう最高ですよ。まあ無理ですよ。まあそんな感じで、5位が手作り弁当、4位が親子丼、3位がカレー、2位がグラタン、そして1位がハンバーグということで、彼女に作ってほしいものランキングということでお送りさせていただきました。またね、違うランキングで行きたいんで、シマもまたよろしくお願いしますね。はい、はい、はい、食べることなら任せてください。留年したんだから。はい、きつー、きつー、はい、いじりきつー、それ。またお会いしましょう。ありがとうございます。